はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の領域と最大最小丸2をお送りします。で、前回からね、この領域と最大最小の問題がね出てきて、で前回の時も言いましたけど、このシリーズ丸3まで一応やる予定で、全部1問ずつです。だから今回は1問だけね。なのでこの問題ができそうな子はぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、分かんなそうだったら今からねこの問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、この問題解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、問題のタイプは前回と同じです。今回は4つですねの不等式、これを満たす領域の中で 4x プラス y、 これの最大値最小値を求めに行きます。で、まあ、前回と、まあ、もちろんね、使ってる、不等式とかは違うんですけど、もうとにかくその x 軸 y 軸を書いて、そこにこれを領域をかけるかどうかっていう、それが勝負ね。で、これが今回書いていくんですけど、全部 y イコールになってないので、まず直します。ここからで、こいつが、持ってきて2で割んなきゃいけないんで、 y でしょ。ちょっとこれね、暗算で間違うかもしれないですけど、でそして黒ペンを変えます。ごめん。で、持ってくるからマイナス2分の 1x でプラス2か。ちょっと今回番号振っときます。1でしょ。で、次これは持ってくるだけなので、 y 小なりイコールマイナス 3x プラス12で、これは2と。で、最後は持ってきて3で割るので、どっちなんだ、こっちか。で、3分の 1x プラス2か。こうですね。3つ、ここの3つのね、不等式をまとめるとこうなると。で、これの領域を書いていきます。さあ、頑張ろう。で、まあ、上の方がメインだから、ちょっと大きめに書きますね。これ、まあ、若干右下がったけどね、毎回毎回言ってて、本当申し訳ない。で、y 軸を書いて、一応ちょっとチェックね、原点書いておきます。で、まずどっからでもいいんですけど、これいこうか、1番からね。で、y 切片2ですね。で、12もあるので、ちょっと低めで書くか。2で、x 切片が4だよね。だから、2と4を通るから、まあ、こんな感じにしとこうか。はい。で、2で、4ね。で、分かんなくなるので、こういうふうに番号振っとくといいです。で、これね、なんでこんな書くかっていうと、後で交点で出すんですよ。あの前回もそうでしたけど。で、どれとどれの交点かって、ちょっとわけ分かんなくなるので、この時点で番号振っておけば、万が一、そのね、交点を出すのを使うやつを間違えるとかいうのもなくなるので。で、次が、12。で、y 切片が4、あ、x 切片4回、同じだね。ここを通るし、で、y 切片が12と。はい、これがちょっと待ってね、まあ、ギリギリかな、ちょっと突き抜けます。で、12、これが2番ね。で、3番が y 切片同じ2なんでね、ここ通って3分の 1x 今度右に上がります。だからマイナス6か、まあ、ちょっとこっちの方、ここを通ってまあ、こんな感じかな。これで3本直線書き終わりました。で、あとは場所なので、まず1番の上でしょ、これより上で、2番3番の下です。1番より上で2番の下、3番の下なので、ここになります。で、前回はここね、原点を使ってこういう感じだったんですけど、今回そういうタイプではないので、三角形じゃないですか。で、全部の交点出しといてください。全部使うわけではないんですけど、慣れるまでは、で、慣れてくるとこの交点使わないよねって分かってくるんだけど、ひとまず慣れるまでは出した方がいいかなと、個人的にはね。で、ここはいいです。0、2だし、ここも4、0で分かってるので、図を書いた時点でね、あとはそこだよね、一箇所で。そう見た時に、これが2番と3番の交点になってるから、こいつとこいつで連立して解いていきます。で、それまで解きますか。で、ここに答えを書きたいので、ちょっと場所を間違ったかな。またここ使うか。
どっちに合わせようかな。こっちの方がでかいからこっちを増やしたいので、これこのままいこうか。 3x プラス y で順位だけ上辺に持ってきちゃいます。でこっち3倍して 3x マイナス 9y イコール持ってきてマイナス18で引き算すると 10y イコール30だから y イコール3だね。で y が3ならどっちでもいいですけど、3入れると x も3か。合ってるかな。大丈夫だね。つまりここ3の3ということが分かりました。で全部今回、あとそうだ、前回言いましたけど徒長式今回は省きます。で一応前回の形、この丸1の動画の時が自分がやる徒長式の書き方でも、その時にも言いましたけど、学校の先生に合わせてください。俺が現役の時の話なので、それはいいかな。で今回は徒長式を特に埋めずに、こういう風に解いていくんだよだけで説明します。であとはね、前回と同じです。主役はこの 4x プラス y だから、これイコール k って置くで置くと、また y イコールしなきゃいけないんで x 持ってきてこうなります。であとは傾きマイナス4の直線をこう動かしてって、徐々に最初にぶつかるところ、最後にぶつかるところをチェックすれば OK というふうになります。で、まあ、こんな感じマイナス4なんてかなり急なんだけど、こうやって持っていくでしょ。しまったね、前回も青で書いたから青にしたかった。で最初にぶつかるのがここです。だからそこ最小値になります。で次なのポイントが、でよくやりがちなのが、大体の問題がこういうタイプってここがね最大値になることが多いんです、右上のところが。でも今回そこじゃない。結論から言うと最大値ここで取ります。でなぜかっていうと、この直線の傾きマイナス4でしょ。この直線2番の傾きってマイナス3なのね。だからマイナス4の方が急なんだよ。つまり急だから、ここの部分ってこれより急に書くと先にぶつかるんです、こっちの方が。でもっと右にずらした時にここにぶつかるから、だからこっちの方が最大値になる。いい、こういうちょっと何て言うんだろうな、引っ掛けが出されます、このタイプの問題って。なのでその位置さえ確認してしまえば、こっちが最大値だから x イコール4で y イコール0だねの時、最大値が4の0なんで代入して16足す0だから最大値16です。で最小値はここ02なので x イコール0y イコール2の時に0に代入するから最小値2となります。いいかな。で現に33だとするじゃん。これ代入すると3412+3で15なんだよね。こっちの方が大きいでしょ、16の方が。っていうのもあるんですけど、まあ、求め方としてはこういうふうに考えます。いい、傾きをちょっとチェックした方がいいです、こういう問題はね。では今回は高校数学数2の領域と最大最小2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で次回3までやろうと思ってるんですが、で3に関してはまたこのタイプです、タイプなんですけどちょっと使うものが変わってきます。なのでもしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ今回はこれで終わります。以上です、ありがとうございました。